ここから何ができるのかな。ちょっと組み合わせていってみようかな。ここのところにこれを取り付けてあげて、逆かな、こうかな。よし、こんな感じ。これでくるくる回転するドラムができたね。そしてこれをこうやってはめ込んであげると、あ、これで洗濯機ができたね。この中に汚れた服を入れて洗濯をするんだよ。そして洗濯機の周りにこのシールだね、アンパンマンの洗濯機にしていこうかな。よし、これでスタートのボタンができたね。そしてこのドラムのところの蓋にはこのアンパンマンの顔のシールだね。よし、そしてこの下のところにはなんか虹のところにいるドキンちゃんとコキンちゃん。よし、こんな感じかな。そして裏側だね、裏の方にバイキンマンが音符の周りでニコニコしているよ。何か悪さをしようとしているのかな。それから排水のホースだね。ホースはこの横のところにこうやって、これでアンパンマンの洗濯機ができたよ。じゃあ中にこの汚れた服を入れていこうかな。こうやって、よいしょ。洗濯機の中に洗濯するものをどんどんと入れていくよ。そして閉めてあげて、じゃん。この OK を使ってここのところからお湯を入れていってみようかな。こうやって上からお湯を入れるよ。そうするとくるくるって回って開けてみると汚れが取れてきているね。まだもう少し汚れがついていたからもう一回上からジャーって流したよ。ここを開けると、あ、服の汚れが取れているね。こんな感じで、あったかいお湯につけると汚れが取れる、こんな面白いおもちゃがついていたよ。